山田バサラヤイビーン。そしてさあ誰から行こう。マジシャンのグリーです、はい、グリーン、はい、ブラマンのタバちゃんでーす、はい、マネのキリでーす。マネのキリだんだん砕けてきたな。あのね、僕らね、お手伝いしてくれるメンバーのことをサラバンジちゃんって呼んでるんですけど、ね、その一つ上のですね、主要メンバーのことを僕はサラバンジャーと名付けてますので、初めて知った。初めて知った。なんか炊飯ジャーみたいな、炊飯ジャーサラバンジャーなんかあの、あるじゃん、なんか昔のゴレンジャーみたいな感じで、の今日はですね、そのメンバーの中でも、キリンは、はい、まあ、僕の右腕担当ね、はい、でそして、裏番の裏番長のですね、ゆうこりん、そしてグーニは何担当か、小指担当です。小指担当、小指担当。はい、ね、あの CEO メンバーが初めて四天王が集まりまして、ね、四天王が集まりまして、まあまずマネージャーキリリン、うん、どうですか今日、まあ4人でいろいろ話しまして感じたこと。四天王って知ってんの？初めて知ったさっきキリルもよ、うん、俺がマジックを一生懸命してたら俺もマジックするよってから、うん、マジックペン出すわけやろ。もうなんかそういうのがね、キリルも和ましてくれるからね。マジかって、うん、でもやっぱみんなで話すとね、うん、あ、またウリ出してマジックこんな感じで。でもなんかやっぱりみんなで話すといろいろまとまってくるね。まとまってきますね。ね、ゆうこりんはね、いろいろ気になることもね、やっぱこう、はい、何その何何舞台裏だからこそ、うん、考えることがあるし、はい、ね、グーニはグーニでね、またみんなで話すことで、膨らんだんじゃない、うん、ね、はあ、めちゃめちゃね、めちゃめちゃ、はい、でも今日話してみてやっぱ、うん、課題はいろいろあるけど、やっぱこのメンバーだからこそできることがやっぱあると思うから、うん、ね、いや、俺ほんと自慢じゃないけど、うん、僕のメンバーみんなよ、うん、あったかい。本当にやろ。悪はいない。僕も普段65分ぐらいわー。誰からこんな親父ギャグを習ってるの。ジージーとかジージーからね。僕の方かな。ゆうこりんはどうですか、あのシガーホール4月に向けて、はい、なんかイメージしてることある？はい、なんかもう面白く楽しくできたらいいなと思ってはいるので、うん、はい、頑張ります。お願いします。グーニはどうですか？もうキリンさんがマネージャーになってから、うん、このイベントに向けての話を初めて今回聞いたんですけど、すごいなんかまとまってて、もうすごいよ。もう文章化したのすごいです。なんか今本当に目の前だなっていうの。前売りチケット作ってくれたりとかね、うんうんうん、スポンサーのための協賛金の案内文とか作ってくれたりとかね、うんうん、ポスターのことも考えてくれたりでね。だから俺もなんかいろいろ負けないようにね、うんうん、どん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 やっていかないと、あ、なんでリーダーが何もしないのってなったら大変だから。いや、逆だよ、逆。ね、僕らが負けないようにして。負けません。裏方が負けます、うん、ね。これからどんどんまたメンバー増えていくんで、うん、キリリンもこれからまたよろしくね、はい、よろしくお願いします。はい、ということでございまして、もう皆さんも仕様メンバーだから分かるよね、うん、今日も一日は、はい、分かる、いきますか、はい、じゃあ今日はあのゆうこりんの方で合図を取ってください。いいんですか？はい、いいですか、はい、皆さん今日も一日サラバンジー、イエーイ、サラバンジ隊おいでよ。待ってる待ってる。